大礼服姿の浜口内閣の閣僚たち。浜口裕子内閣総理大臣はじめほとんどの閣僚は直任官大礼服。宇垣一世陸軍大臣は陸軍の清掃、外務大臣の秀原基重郎断尺は有尺者大礼服。大礼服は明治時代から昭和20年の太平洋。 戦争終結までの日本において使用されていたエンパイアスタイルの宮廷服。明治初頭に導入され、その後大日本帝国憲法発布に至る立憲君主制確立の過程で整備、確立された、いわゆる大日本帝国の複製における最上級の清掃であった。皇族や家族及び文官などの大礼服は、諸法令により、正式が定められていた。 明治2年の明治天皇登稿、明治維新当初、新政府を構成した人々の服装は、江戸時代の身分によって、公家の遺憾、仮衣、武家のひたたれ、神詞も、西洋化された藩平の西洋式軍服とまちまちで、あった。例えば、明治元年の登稿では服装について、出立と入場の際は、遺憾で道中は、 仮犬とすべきと主張する区下の中山忠康と、仮犬は入場の際のみとして、道中は農しひたたれを任意とすることを希望する、同じ議定で武家の伊達胸なりの間で意見が対立した。その結果、道中は仮犬とひたたれの着用を任意とされ、入場の際は、遺憾の着用も、がとされた。しかも、遺憾、仮犬、 ひたたれは各自で色や門が異なるため行列の服装は全く統一されず威厳とはほど遠いものだった。さらに、遠藤敬語の兵は西洋式軍服姿であったが、これも洋服の着こなしに慣れていないために統一性を欠いており、アーネスト佐藤からは行列の威厳が損なわれたのはだらしがない兵隊のせいであると酷評された。この統一性のない服装の行列は、 明治2年の投稿でも変わらなかった。そのため、維新政府には統一された新たな複製が必要となり、明治2年5月の管理公選によって発足した新体制では、警報官知事へ就任した佐賀さねなるが、岩倉智美の意を受けてこの問題を担当することになった。そして、11月2日の衆議院において、 岩倉の定義により、佐賀が、荷川は乗り種らの協力により考案した、新政府の官員が着用する制服について、審議されることとなった。しかし、この時提案された冠服は、久家の服装をもとにしたものであったため、武家出身者からの反発にあった。このような混乱を収束するために、明治4年9月4日、複製改革内直が出された。 このうち直は、従来の服装に関わる家族に対するもので、遺憾などの服装は軟弱であり、神武天皇や神宮皇后の頃の姿に戻るべきとしている。この、神武、神宮の頃の姿とは、筒袖、細袴を意味しており、洋服もまた、筒袖、細袴なので、洋服は、日本人本来の姿と、相通ずるものであることを示唆している。そして、 人無創業の精神に立ち返って、新しい複製を創造しようと呼びかけている。複製改革内直陳を門未夫に風俗なる者、遺憾もって、時のよろし式に随飛国体なる者不罰もって、その勢いを清水魔遺憾の聖中古統制に模倣、世詩り流手軟弱の風を、なす陳夫と互いのおとれ新衆の部をもって、 ち、むるやかたよりひさししてんしようやらのかげんすいと、せりしゅうしょもって、そのふうおぎょうくじんむそうぎょう、じんぐうせいかんのじょきけつてきょうのふうしに、あらすあについたちもなんじゃくもって、てんかにししめせすかけんやちん、いまだんぜんそのふくせいを、さらめそのふうぞくをいっしんしそそいらいしょうぶの、国体りつ、んとよくすなんじきんしそれちんかいたいせよ。よくめいじねん。 明治5年11月12日大上官布告第339号をもって文官と飛躍優位者の大礼服を含む複製が規定され明治5年11月29日大上官布告第373号により着用規定が定められた大礼服は当時ヨーロッパ宮廷での最上級清掃として使用されていた 宮廷制服に習って新たに定められた。第339号布告では、これらの大礼服に対して、現代の清掃である、ホワイトタイの塩微服が通常礼服とされた。通常礼服は省礼服とも呼ばれ、民間人などの大礼服が制定されていないものは、これを清掃とした。そして、通常服は、フロックコートであった。大乗官布告で、 大礼服並み上下一般通常礼服を、ただしめ、遺憾を、裁服となし、ひたたれ、脳誌、神誌も等を、ハイスとして和服は、祭事のみで、洋服が正式になった。明治6年、文館と飛躍優位に続いて、皇族大礼服が制定された。皇族大礼服は、その後明治9年と明治44年に改正されている。明治17年、 家族礼の包直が交付されたのに伴い、明治17年10月25日、区内小丘第8号たちをもって、有釈者大礼服が制定された。続いて、同年10月29日大上官たち第91号では、ガウン型の区内官大礼服が定められた。その後、明治21年から明治22年にかけて、他の職員の制服が整備され、大礼服も定められた。 区内館の制服は、その後明治44年と昭和3年に大改正が行われている。マントドクール明治19年6月23日区内省内達により、夫人の霊式相当の西洋服装が規定された。女子の大霊服はマントドクールとされ、新年式に用意とされた。中霊服のローブデコルテと小礼服のローブ、ミーデコルテは、共に、 夜会晩餐等に用湯とされ、通常礼服のローブモンタンとは、裾長がきしたてにて、宮中昼の五倍食等に用湯とされた。また、翌明治20年1月には、皇后より洋服を奨励する、おぼしめしかきが出され、勤めて我が国産お用品の一言なり。もし、よく国産お用品は、傍ら製造の改良をも誘い、美術の進歩も導き、 かねて商工にも、駅をあたうることをおかるべくと国産の洋服の着用を呼びかけている。同年12月4日には、文館大礼服の図式が改正されたが、この際犯人間のものは改正されず、その後は、下級管理も奨礼服を使用した。大礼服は、官員各自が自費で調整するものとされたが、下級管理には、負担が大きかった。菊池武が、 同じ洋服店で3つ揃いの背広と、送人間大礼服をあつらえたところ、背広は28円だったのに対し、大礼服は220円かかっている。女子の大礼服はさらに高額であり、ドイツに発注した、証券交代号の大礼服一式が13万円、かかったほか、上杉持則白夫人が、明治34年末に、日本橋白木屋洋服店でしつらえた。 大礼服一式は、1028円81銭の領収書が残っている。同家服職費の2年半分であったという。ベルツは、女子大礼服の採用に異議を唱えたのに対し、伊藤博文は欧米から見下げられない儀礼を施行して、尻溶けた。明治41年、熱帯地域または、遠書国列なる地方に勤務する、外交官のために明治41年3月2日、 直令第15号をもって、大礼服の代用となる服装が制定された。その後、南洋軍島に在勤する文官にも大礼服、及び小礼服の代用となる礼服が、大正15年9月29日直令第311号により、制定された。これらはいずれも、白色のチュニックであった。広田光輝や沢田蓮さ南洋長官員の着用した姿が、 ニュース映画で確認できる。陸軍武漢で大礼服に相当するものは清掃と呼ばれた。海軍武漢のものは当初大礼服と呼称していたが、後に制服、さらに清掃と解消した。これら武漢の清掃は大礼服とは違い、私的な観婚葬祭にも着用できた。これらの大礼服は昭和に入っても即位の礼や満州国皇帝。 不義の第一回法日方芸など、宮中関係の行事や儀礼で用いられた。しかし戦時色が濃くなるに従って、着用の機会もなくなっていった。日中戦争時に内閣総理大臣となった、与内光政は、予期せぬ、対名効果で、モーニングコートの仕立てが間に合わず、代わりに海軍の清掃で、新任式に臨んだ。終戦後、大上官布国は、 内閣及び、総理府関係法令の整理に関する法律により、廃止され、関連法令もほとんどが廃止となった。また、廃止について、明文規定のないものも実効性喪失とされている。一方、文化出版局の復職辞典によると、ヨーロッパ諸王国、フランス、ポルトガル、南アメリカ諸国、タイ王国などでは、 現在でも男性用大礼服に相当するエンパイアスタイルの宮廷服が使用されている。様々な明治5年正式文館大礼服が見られる明治12年の元老院議官集合写真文館大礼服は明治5年11月12日大上官布告第339号により定められた。しかし、その前に日本を出発し、 制定のための事情調査も行っていた岩倉。施設団は、ビクトリア女王との越見のスケジュール上デザインの最終決定を待つことができず、それまでの本国とのやりとりをもとに、滞在先のイギリスで大礼服の制作を始めてしまった。しかし、施設団から報告された、この大礼服は、技量が未熟だった。当時の日本の洋服店では作成することができないと、 判断され、その通りのデザインは採用されなかった。そのため、大上官布告の大礼服は、施設団のものとは大きく異なっていた。また、この布告は、法令としての書式も未熟なものであり、細部についての取り決めが不十分なこともあって、作成者による違いが見られた。さらに、複製自体にも問題があった。直人間の袴は、白とされていたが、 ヨーロッパでは、白ズボンは特別な儀礼ののみに用いられる、ものであった。このことは、岩倉施設団がドイツを訪問した際には、ビスマルクにまで指摘されている。そのため、明治10年9月18日大上官、第65号たちにより上着と同じクロラシャスへとの、併用とされた。このようなことから、文館大礼服は、 明治19年12月四日区内らい章立第15号により改正された。この改正では、成立を図るため、詳細な複製表や図が官報に掲載され、関係業者には色づりの見本図が配布された。この改正は、総直人間大礼服の改正であり、半人間の大礼服は、 対象とされておらず、消滅したものとみなされている。その後、明治25年12月東閣内省立校第8号の、省改制により、総任官の側省が変更された。また、昭和6年10月付の内閣初期官庁、川崎拓吉と、陸軍次官杉山本の所管のやり取りからは、区内官制服令の昭和3年改正に伴い、 文官大礼服も改正することが検討されていたことが伺える。戦後、大上官布国は内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律。宮内省たちは皇室礼及び付属法令廃止の件により廃止された。公正当該官の複製通常礼服を用いる。ただし、当該一より四等に至りか袖端に等級の表情を、う。 石木久次郎飛躍有位者大霊明治5年洋式、明治19年洋式飛躍有位者の大霊服は、文館大霊服と、同じく明治5年11月12日大上官布告、第339号により定められた。飛躍有位者とは、直任官、送任官等の官職にはないが、異界を有する者を指す。当初は官職にない家族が主な着用者であったが、 尺位制度発足により、家族の古種は、有尺者大礼服を使用するようになった。ただ、14位以上派尺に、準主礼具を登録とされ、11位は爵、公尺、12位は爵、公尺、12位は、白尺、3位は、死尺、4位は、男尺,尺に準じた礼具を受けた。また、政党出身の閣僚経験者も、在任時の委会によって、この大礼服を着用した。 四位以上の複製は直人に順次、五位以下は送人に順ずる。ただし、職長は五問を置く他に切りつぼみの唐草を合わせぬいせず、また、世丹章は円形二寸の五問一個を付する。また、明治五年間布告では四位以上も、棒の飾り毛は黒で、袴の両側章は伝門単賞金五分を用い、五位以下は同じくして、袴の両側章は、 単戦金五部のものを用いるとされていた。明治10年10月8日大上官、第74号たちにより黒ら社製の袴が追加され、明治44年5月27日公室令、第5号により4位以上の棒の飾り毛が白に改められた。戦後、大上官布告は、内閣及び、総理府関係法令の整理に関する法律、区内省たちは、 皇室令及び、付属法令廃止の件により廃止された。外国の代表と写真に収まる明治天皇。天皇と側近は仮ぎぬ。西洋風軍一服に、ちょんまげの人物が見られる。文官大礼服に似た、制服を着た、明治天皇、明治維新により、天皇の衣食住も欧米化が進められると、西洋式の呉服が必要となり、 明治5年には同年制定の文館大礼服に似た、制服が調整された。当時の明治天皇はまだ曲げを言っていたため、帽子にはそれを収められるような工夫もなされた。しかし、親とい外国人、アルベール・シャルル・デュブスケから、フランス皇帝は、武漢大将の制服を着用し、文館制服は着用しない旨の助言があったため、その直後には、 軍服風の五服が制定されている。この服は、明治13年10月11日大上官布告第55号により、陸軍大将の制服に準じた、陸軍式五服が定められるまで使用された。明治13年大上官布告は、大正2年11月14日皇室令第9号、天皇の五服に関する件により廃止され、 改めて陸軍式五服が制定されるとともに新たに海軍式五服も定められた。その後は陸海軍の複製改定に伴い同行失礼が改正された。太平洋戦争での敗戦により日本軍が解体されると廃止された陸海軍式五服に代わり新たな上層の詰め入り型五服が制定されたが、これも昭和22年5月2日公失礼。 第12号、皇室令を呼び、付属法令廃止の権を持って廃止された。皇族大礼服明治9年洋式明治44年洋式皇族大礼服は、明治6年2月22日大上官布告第64号をもって制定された当初、飛躍優位大礼服の切り文を聞くもに置き換えたようなデザインであった。しかし、飛躍優位との区別がつきにくいことから、 明治9年10月12日大上官布告第125号をもって菊門から草模様に改められた。明治44年には皇族副総令が交付され、明治6年を呼び、明治9年の大上官布告は廃止された。副総令では皇族の大礼服と将礼服が定められており、大礼服は大上官布告の菊門から草模様が王家から草模様となり、 襟元を爪めとする旨が明記された。しかし、皇族が官職についている場合はその官職の複製に従うとされており、かつ親王及び王は特別の自由がない限り満18歳以上になると陸軍または海軍の武官に任じられたため、第17条、その多くは軍服を着用しており、皇族大礼服を着用した者は、 軍歴のない山品の宮明秋田や高尾などごく少数に限られた。太平洋戦争での敗戦により、日本軍が解体されると、天皇の御服と同じく皇族の服装にも改正が加えられ、軍服に代わる上層の詰め入り型皇族服が制定されたが、皇族服は昭和22年5月2日皇室令、第12号皇室令を呼び、 付属法令廃止の権を持って廃止された。明治43年の韓国併合により、王皇族に位置づけられた、旧大官帝国皇室の理氏に対しては、王皇族の服装に関する権により、皇族服装令を順用することが定められたが、そのうち皇族大礼服における王家の装飾を理科に変えることとされた。しかし、王皇族も、 皇族同様に特別の自由がない限り満18歳以上に、なると陸軍または、海軍の武官に任じられた第59条。戦後、皇室令及び、付属法令廃止の件により廃止された。勇者代礼服、徳川義信公爵佐賀公将公爵有勇者代礼服理官用白舎券、重建詩舎明治17年7月7日区内将たちの、 家族令により御尺位が制定されたのに伴い、有尺者のための大礼服が、明治17年10月25日区内小丘第8号たちをもって制定された。その後、韓国併合により誕生した朝鮮貴族についても、同形式の有尺者大礼服が、朝鮮貴族たる有尺者大礼服制により、家族と別に定められた。 当初定められた朝鮮貴族の明治43年、様式は、装飾を金で統一した家族の明治17年様式との区別を図るため、某右側章、襟章、袖章などの唐草模様刺繍やエポレット及び、県庁の房の一部に銀を交えた衣装が取られたが、利用生氏と、雅子女王が結婚した1920年、日清紀仙社長の白岩隆平より、 内戦間の融和のために、両者の区別を撤廃する、洋区内大臣の旗の高市直に問い合わせがなされ、同年10月30日の改正により、朝鮮貴族の誘釈者大礼服も、明治17年に様式に統一された。戦後、皇室礼及び、付属法令廃止の件により、両者とも廃止された。誘釈者大礼服は、 胸部の触傷がなく、立襟型で検証がつく点が、文官大礼服と大きく異なる。現在でも宮内庁舎馬家の制服として残る、御者の中礼服。明治17年に、自住職及び、式部職の直送人間大礼服が定められ、明治19年には、皇宮警察官、明治21年には、他の宮内官の制服が制定され、大礼服も定められた。また、 1889年には、東宮職直総任官大奨励服、明治24年には、宮内省高等官具物部区が定められた。これらの服装規定は明治44年改正の際に一本化され、昭和3年に大改正がなされたが、戦後、皇室令及び、付属法令廃止の件により廃止された。 明治17年10月29日大上官たち第91号により、自住職及び、式部職の直送人官大礼服が定められた。ガウン型のこの服は、プロイセンの宮廷礼服を参考としており、山形ありともの検索により制定されたと言われる。明治19年6月26日区内たち第9号を、もって、皇宮警察官複製が制定され、 大礼服に相当する、制服も定められた。この服装は、イギリス陸軍将校の服装に習ったものである。明治21年9月24日、宮内省において、宮中勤務者の制服について協議が行われた。出席者は、宮内大臣、肘方久本、指部長官、鍋島直弘、大前大部、岩倉ともだ。 皇后宮大部、香川慶造、シュメそして宮内小古門の、親とい外国人、オットマールフォンモールであった。その結果、主電領直送任官服制、主領局直送任官服制、シュメ領中上ゴンの神、ジョゴンスケシャバ館長橋服制が順次整備され、トネリア魚舎等の大、中霊服及び、通常服も制定された。 明治44年正式区内館大礼服、肘方久本編三頭熊、上記明治17年、内市24年の複製がすべて廃止され、区内館征服令として一本化された。正式の主な改正点としては、直任官の大礼服には、ショルダノッチ型の検証がつくようになり、朱美良高等官の大礼服は、チュニックとなった。一方、 明治44年5月9日付の改正案には、工業継手等の下級職員の複製も含まれて、いたが、交付された、制服例では、区内大臣派送任大愚犯人大遇を呼び、当該区内職員の複製を、定営むることを独とされ、以後別途区内省令により定められるようになった。そして、総任大愚区内職員の複製は明治44年5月27日区内。 省令第4号、犯人待遇及び、当該区内職員は、同5号をもって改正された。また、送人待遇以下の区内職員が、職務の必要上を着用する服装は、大礼服相当のものも含めて、職服と称されるようになった。昭和3年正式区内館大礼服、一聞き徳秋山徳造、区内館制服令は、 昭和3年3月16日公室令第2号をもって改正された。シュメリオ以外の高等官大礼服はこれまでのガウン型から塩味型となり、立襟は上まで閉じるタイプに改められた。区内間の調整負担削減に効果があり、特に直人間大礼服は従来の半分程度の出費で済むようになった。また、送人間から直人間となった場合でも、 送人官大礼服に多少の刺繍を施すことで採用できるメリットがあった。戦後、皇室礼及び付属法令廃止の件により廃止された。ありがとうございます。